産業廃棄物の野焼海岸に漂着したゴミゴミ問題とは、日常生活や経済活動、災害などに伴い発生したゴミ、廃棄物に関する問題のこと。不法投棄などによる環境汚染や健康被害に加えて適切な処理をする場合でも、ゴミの発生に焼却や最終処分場での埋め立てが追いつかなかったり、ゴミの搬入や収集。 処理施設の心臓説に地元側が反対したりする場合もある。戦後の日本では経済成長と大量消費時代の到来により急増したゴミが公害の一つとして問題になった。従来の汚物掃除法に変えてゴミを総括的に規制する法律として廃棄物の処理を呼び清掃に関する法律が施行された。その後、ゴミと 資源消費の量を抑えるため、品目別に各種のリサイクル法が制定されている。ゴミの適正、正規の処分には、費用や手間がかかる。このため不適切な処理や、人目につきにくいところに捨てる、不法投棄が行われている。日本国や自治体による、監視、通報受付による、早期発見と、 ゴミの分析による投記者の特定に加えて、未然防止及び排出者責任の追求、現状回復といった各種取り組みが行われている。排出者責任と廃棄物のモニタリングについては、マニフェスト制度も参照のこと。不法投記の対策を促進するため、2003年度から10年間の次元法である参拝特措法が制定された。 2005年時点で不法投棄された産業廃棄物は少なくとも1500万トン以上であり、その処理には1兆円以上の税金が必要となると環境省は試算している。産廃などの大量投棄への対策だけでなく、タバコの吸い殻や飲料空き容器のポイ捨てを防ぐため、啓発活動や路上喫煙禁止条例の制定を行っている自治体も多い。 フィリピンフィリピンでは1999年の大気浄化法によりゴミ焼却炉の非合法化が行われ指定されたゴミ収集所への集積が義務付けられた。だが同時期に従来使用されていた処分場が水質汚染等によって次々と閉鎖され収集ゴミが空き地や河川に不法投棄される事態が起きた。塩素を含む廃棄物の焼却によって ダイオキシンが発生することが問題視されてから、焼却についても様々な規制が行われるようになってきている。日本では、配送法により、農村部で伝統的に行われてきたゴミの野焼きも禁止された。廃棄物の軸域内処理の政策により、ダイオキシン類の排出対策ができない、焼却炉の廃止と対策済み炉の新設も進んでいる。ゴミを、 焼却処理した場合、焼却灰を埋め立てる最終処分場が必要となる。日本における最終処分場問題最終処分場へ運び込まれる廃棄物には、重金属や大容器ン類などの有害物質を含むものもある。このような有害性の高い廃棄物については、特別管理産業廃棄物に区分され、周辺への安全性の確保から、 特別な構造基準により設置がされている。しかしながら、構造基準制定前の緩い構造基準で作られた処分場や季節のミニ処分場、自社処分場から有害物質が一般環境中に拡散する問題が各地で発生している。また、環境基準には設定されていない物質などについても、季節処分場から、 一般環境中へ拡散する問題が発生している。最終処分場は水源地に近い山間部に設定されている場合が多い。このため飲用水や農業用水への汚染を恐れた住民により既存最終処分場の改善や新設反対の運動がたびたび起きている。最終処分場の確保は地方公共団体にとっても大きな問題となっている。 フィリピンフィリピンでは2000年代には、マニラ首都圏で1日約6000トンのゴミが、排出されていた。ゴミが不法投棄されたり、町からの収集が進まず放置されたりすることもある。2000年7月には200人以上の犠牲者を出したとも、言われる、パヤタスダンプサイトゴミ放落事件が発生している。2001年には、固形廃棄物管理法が制定された。なお、 マニラ首都圏に、かつて存在した、処分場スモーキーマウンテンを含めて、発展途上国では、処分場のゴミから有価物を探して売り、生活の糧とする貧しい人々が存在し、健康被害などが問題になっている。マレーシアマレーシアで稼働中の最終処分場は2001年には168箇所で、あったが、その大部分は、野ざらしの状態であり、土壌汚染や、 地下水汚染が懸念されている。ネパールネパールでは、ゴミの回収そのものが不十分であり、分別システムも充実していないために、社会問題となっている。ルーマニア蒸気の国の反発が強まり、欧州からの産業廃棄物や家電製品などの、ゴミ輸入が横行している。リサイクル可能な古紙や、金属スクラップを中心に廃棄物は海外に、搬出されることもある。 だが再資源化される過程での汚染防止や残砂の処理が不十分だったり、リサイクルを口実とした有害廃棄物の国外投機だったりすることもある。このため有害廃棄物の国際移動を規制する。バーゼル条約が1992年に発行している。中華人民共和国は2017年12月末、一部廃棄物の輸入を禁止した。 リサイクル目的の廃棄物輸入に伴う汚染問題を告発した映画プラスチックチャイナが規制のきっかけになったとみられている感染症防止のため医療器具の使い捨てが進む中で医療廃棄物が適切な処理処分がなされず各地で発見されていた不法投棄の取締り強化に合わせ古い廃棄物が発見される以外新しい不法投棄は減ってきている コンクリートや木材などは産業廃棄物処分場に大量に搬入されていたため2002年度より建設リサイクル法がスタートして対策が始まった日本の住宅は英国が平均75年間米国が平均44年間で建て替えるのに対し平均26年と短い周期で建て替えられていることが知られているこのため政府与党では 初期投資は高くても、住宅寿命を伸ばせるような住宅を支援するために、200年、住宅ビジョンを検討している。一方で、日本では、人口の減少や、都市集中による空き家が、全国的に増えており、火災や、解体家屋のゴミ処理が課題となっている。落ち葉や天然繊維といった、有機物が、腐敗などによって分解されるのに対して、 現代において排出されるゴミには、プラスチック製品など自然界では分解されないか、分解に極めて長期間かかる物質も多い。このため、排気量そのものを減らす取り組みも必要となっている。ゴミ収集の有料化公共経済学を根拠に、処理費用の内部化であるとして援護する動きも手伝い。日本では、ゴミ収集にあたって有料化を実施している自治体が増えている。 その反面、ゴミ分別を厳しく課すものの、ゴミ収集は有料になっていない、横浜市のような自治体もある。有料化に踏み切った自治体は、ゴミ収集量が一時的に大幅に減ることが多い。ただしその後、次第にゴミ排出量が増え、元の排出量に戻ってしまう、リバウンド現象が発生する。有料化の徴収方法は、以下の通りである。 定額制ゴミの排出量に関係なく世帯または世帯に人一当たりに月一定額を負担する方法である重量制ゴミの排出量に応じて処理手数量を負担する方法である生ゴミ処理の女性日本の自治体では生ゴミ処理機もしくはコンポストの購入に助成金する制度を導入しているところもある一方制度を取り入れていたが 収支不足で打ち切った自治体もある。減量の成果の公表日本の自治体では、具体的な数字によって有料化による減量の成果を公表しているところもあり、東京都武蔵野市、新潟県新潟市などが公表している。無料のままの自治体でも、埼玉県朝霞市、飯能市、入間市、新座市、吉川市が詳細なデータを公表している。 リサイクルを行うためにもエネルギーが必要であり、単純にリサイクルをすれば環境に良いとは限らないので注意が必要である。一般にエネルギー消費量の削減にはリデュースリユースリサイクルの順が良い。ゴミの中には資源として使用可能なものもある。有価物の純度を下げないことがリサイクルの鍵であり、そのためにゴミの分別が行われている。 ゴミ分別の方法は市町村によって異なっているが、最も分別が多い例としては、徳島県上勝町ではゴミを34分類まで増やしている。また、それらを確実にリユースリサイクルするための仕組みを作り上げることが課題となっている。中国等へ輸出された後、有効利用されないケースもあり、世界的な環境汚染問題が発生している。 これらの方式も含めた、リユースリデュースリサイクルのことは、一般にサニュアールと呼ばれている。さらに、自動車のリサイクルに関してはまた、飲料容器については、生ゴミやおでえなどの廃棄物に関しては、バイオガスとしての利用なども進んでいる。積水化学工業は2017年、ゴミを蒸し焼きにして一酸化炭素と、水素ガスに分解し、それらを金で発酵させて、 エタノールに変える、比較的低コストな技術を開発したと発表した。一例として、瀬戸内海にある豊島の参拝不法投棄事件がある。豊島問題ホームページ参照。一例として、水戸市ごみ最終処分場満杯死害搬送も、立地自治体を凝らせ参照。廃棄物、リサイクル対策環境省不法、投棄対策関連環境省 ABCD。 アジア環境白書2003零四東洋経済新報社2003年265ページ。野焼きは法律で禁止されています。和歌山県木の川市ホームページアジア環境白書2003零四東洋経済新報社2003年264ページアジア環境白書2003零四東洋経済新報社2003年 285ページ。バーゼル条約外務省ホームページプラスチック、チャイナドキュメンタリーフィルムオフィシャルサイト中国が、廃棄物輸入禁止、行き場ない米国のゴミ、読売新聞長官2018年1月18日、医療廃棄物とは、日本の廃棄物処理法では、感染性廃棄物といい、特別管理廃棄物に区分される。この区分ができたのは、 平成4年の改正からである。それ以前は、平成元年11月13日津県医館第174号、厚生省水道環境物打ち、医療廃棄物の適正処理についてがあったが、さらにそれ以前は特に規定はなかった。なお特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または、 生活環境にかかる被害を生ずる恐れがある、正常を有する、廃棄物として規定され、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っている。感染性廃棄物は、排出される施設により、感染性一般廃棄物、感染性産業廃棄物に分けられている。平成8年国土建設の現状を200年。 住宅ビジョンアーカイブド2007年12月19日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。全国空き家対策推進協議会の設立に、ついて役船の市区町村等が参加の見込み国土、交通省ホームページ2018年1月20日閲覧、リスタイル特集019。パート1ゴミの分別日本経済新聞2005年5月5日、ゴミをエタノールに変換する。 世界初の革新的生産技術を、確立積水化学工業、都市油田で、資源大国に積水化、ゴミで、エタノール、日経産業新聞2017年12月26日、新芦川産業廃棄物処理対策埼玉県、アーカイブの2014年8月13日、アットザウェイバックマシン、経営破綻した、RD 社イコール、RD エンジニアリングの残した、 有害物質対策滋賀県最終処分場特別対策室アーカイブド2011年12月29日アットザウェイバックマシンありがとうございます